皆さんこんにちは、商品レビューの時間になります。今回は、こちらもうすでに発売されている商品になりますが、バンダイの、30mm144/1 B の EXM15、ボルタノーバになりますの宇宙仕様になりますの、これはグレータイプになります。商品パッケージはこんな形、商品の横パッケージはこんな形になってます。あと横はこんな形です。バンダイの商品で、商品コードは、15番、商品番号は18番になります。で反対側のパッケージはこんな形になってます。はい、こんな形の商品になります。はい、で実際にもう、開封してランナーの方を広げてあります。ランナー構成としては 1,2,3,4,5,6 に、ポリキャップって形になります。あとは、こちら実際の、商品に貼る、シールになります。でこちらの商品は 30mm というふうに元から、そういう製品になっているんですけど、30分で作れる商品という形のコンセプトになってます。なので、ランナー構成的には、これ A ランナーになりますけど、こういう形になってます。ガンダムのプラモデルを作ったことがある人からすると若干、違和感があるかと思うんですけど、実はこちらの商品、こんな形で左右対称に入ってます。こちらこちらで同じように、腰のアーマー、そして腕、胴体って形であります。これ何かっていうと、ここ真ん中に割って左右を作ると、右の腕左の腕、右の足左の足が、このランナーの左右で、対称になっているので、上から下まで組み上げれば、足胴体腕っていうのが、完成するようになってます。でもう少し細かい、ランナーにつきましては別のランナーがありまして、ただこちらも、こちらの商品とこちらのランナーやはり、対象っていう形になっているので、この辺は結構 A ランナー B ランナーを、探しまくって作るパターンがあるかと思うんですけど、こちらはある程度この A ランナーを左右対称で作っていけば、簡単に組み立てられる商品になります。なので、商品のコンセプトにある30分で作れるっていうのが、できるのかなという形の、製品になってます。あとは、これ以外に、説明書って形で入っています。実際に、このロボットの、コンセプトであったり、あと、なんかテーマを決めてカスタマイズしましょうとかっていうのが3コマに載ってます。あと裏の方に、共通の、関節構成って形で、可動部分の、構成が載ってたりとか、あと、今回私については、皆さんは結構パーツとパーツの継ぎ目をヤスリをかけて継ぎ目を消したりとか、あと綺麗に塗装して綺麗な仕上がりにしたりとかっていうのが、結構レビューで上がってるかと思うんですけど、私は今回これ素のまま作ろうと思ってます。塗装もしないし、パーツとパーツの継ぎ目、何を言ってるかというと、例えば、この辺のパーツですね、例えばこういうパーツを、当然こう、つなげるとここの継ぎ目が発生するので、この継ぎ目をワイヤー、ヤスリをかけて、消したりっていうのを皆さんやるんですけど、そういったレビューは結構あるんですけど、私については、何も塗装せず何もそういうヤスリがけをしないで、作った場合の商品がどういうものになるのかというのを、素で作った、プラモデルっていうのを、レビューしていきたいと思います。なのでもう少しこの商品を綺麗にしたいんだという方は、この説明書の裏面に、カラーコーディネートっていう形で、このロボットのコンセプトに合った、カラー、塗装の、コーディネートが載ってるので、こういうのを参考に、塗装してみたらどうかなと思ってます。私についてはもうそのまま作ったものを、
そのままレビューした場合、どういう完成度になるのかなっていうのを見ていただければと思います。では、この後30分かけて作るって、作った商品のレビューをしたいと思います。この作る過程についても結構皆さんレビュー動画を上げてるので、私についてはそこは割愛して、逆に完成したもの、素で作った完成したものの、商品を見てもらおうかなと思っております。では、作っていきたいと思います。はい、それでは、プラモデルの方が完成しましたので、レビューしたいと思います。完成についてはこんな形です。はい、完成したプラモデルの、詳細を見ていきたいと思います。こちらの商品は、今回冒頭でもお話ししている通り、特段ヤスリがけをしてパーツとパーツの継ぎ目を消したり、あと塗装したりといった加工は一切してません。そのまま買ってきたものをそのまま作った場合の、評価にレビューになります。前から見るとこんな形になります。横から見るとこんな形になります。後ろから見るとこんな形になります。横から見るとこんな形になります。結構この、今回作ったパターンで、この足の部分を、普通の足のパターンと、こちら、高輝度タイプって形で、宇宙仕様ですね、宇宙仕様の方にの足にしてるので、ちょっとこんな形になってるので、ちょっとこの安定的には不安定な形になってます。こんな形ですね。こんな形になってます。ドアップについてはこんな形になってます。はい、こんな形になってます。こんな形です。はい、それでは、今回紹介させていただきましたのはこちらのバンダイの、30mmB の EXM の、15ボルタノバ、宇宙仕様のグレーになります。まあ、こんな形で、パッケージと実際のできているもの、まあ、それほど塗装しなくても基本的には、パッケージに近い形の、カラーになるのかなという形なので、
購入してきたそのまま、特に、何か加工したりとか塗装したりしなくてもこちらのパッケージに近い形の、プラモデルが作れるのかなと思います。こんな形で今日のレビュー評価になります。あとは、こちらですね、パンフレット、こちらの説明書の方に、この今回宇宙仕様の足にしましたけど、普通の足であったりとか、あとこちらに、カラーコーディネートの、参考例であったりとか、あとこんな形で、他の製品との、パーツの交換、あとは、パーツだけっていうのを売ってますので、そういったもので、もうちょっとカスタマイズっていうのが、できるっていうような、商品になってますので、こちら、購入して自分のお気に入りの仕様に変更したり塗装したりカスタマイズしたりとしてもよろしいんじゃないかなと思います。レビュー評価以上になります。バイバイ。